ます。チャーミー中本の新ダイバージン3回目。さあ今回の収録ホール、毎度おなじみとなりつつあります。ニューグランド抜く移転でございます。今回扱う機種は北斗の拳転生のショーでございます。ハシスロー北斗の拳といえば4号機でものすごい革命が起きたわけですけれども、まあそんな大人気シリーズコンテンツの、最新作でございます。で、聞いたところによりますと今回の北斗ゲーム性がですねだいぶ変わったと、アベシステムって何ぞやと、非常に気になるところなんですけれども、まあまあ新しい北斗で、戯れていきたいなと思っております。で、この新大バージンではですね、私チャーミーが勝ちましたら、勝った出玉 の、 その枚数に応じて、ホール内にございます景品と交換をして、それを見てくださっている方に抽選でプレゼントしちゃうということもやっておりますので、最後までご覧いただけましたらもしかしたらプレゼントも当たりますよということになっております。早速実践に行ってみたいと思います。新大バージン、ゼロ安倍氏からスタートですね。なんかこの規定安倍指数到達によって AT が発動するらしいんですけれども、まあその内部的なモード、規定安倍指数に関するモードが、まあ、どうやら4種類あるみたいですね。通常が2種類、天国と超天国、全部で4種類ありまして、天井がですね1536安倍氏、1536安倍氏、まあ、こうゲーム数じゃなくて安倍氏なんですね。で、まあ、基本的に、1ゲームごとに、1安倍氏加算されていくんですけども、なんかまあレア役とか引くとあの大量に安倍氏が獲得できる、演出があったりとかするらしいです。あ、チェリー、チェリー、どういうつもり？あ、これチェリー角に止まったんですけど、3連チェリーでこれ強チェリー扱いになります。あ、あ、不動様がいる。なんと私の大好物である山の不動様、パチンコの北斗の拳でしか見られないと思ったんですけど、今回の北斗の拳転生のショーではガチムチ不動様出てくるんですね。あ、不動様、あ、不動様、演出に発展しましたよ。ちょっとなんかパチンコの不動様と比べると童顔な感じがするけどね。さっきあの引いた強チェリーからこれ天覇の時当選でございます。さあこれで安倍氏ポイントを大量に稼げるかもしれない。最低5安倍氏だったかな、毎ゲーム7ゲームか、7ゲーム間で、はい、いいですね。レア役は引けないですけど、あ、最低が5です。ラスト、これでまあ100安倍氏稼ぎましたんで、
74安倍氏に加算されて延べ174安倍氏になります。で、AT 当選の規定安倍指数に到達してればもうここであの AT 当選と AT の当選演武に移行するっていうことなんですけど、これ連打もしくは長押しでも大丈夫です。まだ規定安倍数に到達してなかったっていうことになりますね。さあ AT 獲得をかけてのバトルです。ゲッ、あ、だかなこれやりました。さあこれで、バトルに勝利したんで AT 突入ということになります。212安倍氏、まあ、212安倍氏で AT 当選なんですけど、実際には119ゲーム安倍氏獲得多めにできる、天覇の時で100安倍氏稼いでたんで、実際は119ゲームなんですけれども、機械的には212安倍氏での当選ということになります。はい、さあ AT 投信演武、これまあ40ゲーム固定で、ゲーム数は乗せとかはどうやらないらしいです。でこれケンシロウさんのオーラ、AT レベルを示唆するこのオーラの色にも注目。まあ青オーラはそんなに良くないですけどね。まあまあ、まあ、なんかもちろん AT レベルが高いとそれに応じたなんかいろんな特典があるらしいですね。この東進演武 AT 中はですねステージが4種類あるようです。これ混合ステージがまあ一番期待度は低いんですけれども、混合波動激闘東進とありまして、まあ、上のステージに行くほど、勝負球を獲得しやすいと。たまたまですよ、たまたま。お、真剣勝負を獲得。ここで3つ。お、しんちゃん。6個目。さあ、あの勝負球をですね6つ獲得したので、6回チャンスがあるということですね。でマイゲームバトルになるんですけど、勝利期待度が、まあ、約 20% なので、勝利期待度約 20% をかけて6回バトルできるということですね。バトル勝利で継続です。あー残念、あと5回チャンスあります。これ勝利期待度が左上の星で表示されてます。あー厳しい。はい、サウザーさんは星2つ、あと3回まあ進化サウザーしか出てこないんでこれ厳しいですね。残りチャンス2回です。ラスト、
ど、そんなものか。で、勝負玉6つ全部使い果たしちゃって勝利できなかったんで、ここで終わりということですね。はい、なんか本当今までの北斗となんかだいぶ印象違いますね。いけるか。はい、天波の時ゲット、97阿部氏、実質93ゲーム。全部で50阿部氏なんですけど、このね、チャンスが赤帯なので到達してるかもしれない。来ました、規定安倍氏、規定安倍氏に到達したので、で、残った安倍氏は次に持ち越しになります。でこの30安倍氏は残り分持ち越されるんで、これちょっとお得でいいですね。やりました、117安倍氏。危ない、追加投資も直前でしたよ。はい、黄色。さあ、内部的に AT レベルが、4段階あるらしいです。はい、投資ステージ、これ一番いいステージです。勝負玉がいっぱい溜まるかもしれない。この40ゲーム間は相当熱いんじゃないですか。勝負リプレイ。ああいいね。 OK、結局ですね、自力で貯めた勝負玉が6個で、最初から勝負玉2個あったんで合わせて8個、マイゲーム勝利期待度 20%、 だからなるべくだからこれ勝負玉残しておいて次のバトルに行った方がより継続しやすいってことですよね。頼むよ。一回やろう。時に言ってくれればよかったのに。なんで。全然勝てないんですけど。お、これは来たかな。はい、ゴー。いや、ようやく継続しました。勝負玉6個使っちゃいましたけど、この残った2個は持ち越しになるのかな。継続です、ようやく初継続で、これでまた40ゲームと。お、一発で積もったかな、これ。なんかようやく HP に、アクセリーが。アニオリーで大事。これが、ただ今までの、いや、勝負玉、勝負玉、一発で積もったかなって思ってたら、一気に3回。
ました。オッケー。あ、うっそ。あー、確定じゃないんですね。いやー、これ勝てなかったのはちょっと嫌な感じしますよ。残り3個しかないですし。いやー、まずい。終わっちゃうのかな。あと1個。残念。なんだかんだで7セット続きました。あの邪気が出てきて北斗百裂拳ぶちかまして勝負リプレイ揃ってボタンプッシュで負けっていうのはちょっと納得いかないですけど、まあでもしょうがないです。そっか。はい、北斗の拳転生のショー初おさわり前半戦が終了したところなんですけれども、現状ですね、まあ、持ちコインが、定まで言うとほぼチャラぐらいなのかなといったような感じです。で、朝一からですね、あのなんだかんだで300アベシ以内で、うまいこと AT に入ってたんですけど、ここへ来て、初300超えのアベシということで、どこまで連れてかれちゃうのかなって今かなり不安な気持ちでいっぱいなんですけどもね。ただ、その大量に安倍氏ポイントを獲得できる天覇の時、これをサクサク引ければ実質ゲーム数そんな深いところまで回さずに、次の AT につなげられるんじゃないかなと思いますので、勝利の鍵を握るのは天覇の時なんじゃないかなと思います。ではでは後半戦も張り切って頑張りたいと思います。